本格的に終わったかもしれないですね、これ。ちょっと、マジの緊急でちょっと今動画撮ってるんですけど、っていうのもですね、今、トシボーイズさんっていう YouTuber の方、呪物を取り扱われてる方なんですけど、との、今日コラボ撮影だったんですけど、コラボ撮影をしてたんですよ。してて、トシボーイズさんの方撮り終えた段階で、ちょっととんでもないことが判明して、ちょっと生きてる心地がしないんですけど、ちょっと何が起きたか、今起きたばっかなんで、ちょっとかなり動揺してるんですけど、トシボーイズさんに聞いてもらおうかなと思って。聞いてもらっていいです全然全然か。それはもうちょっとこれ全く問題ないです。ごめんなさい、なんかこのまま僕のチャンネルの方で呪物を紹介していただこうかなと思ってたんですけど、そんなテンションじゃないです。処理しえ、一ないと。回一回ちょっと、そうですね、一回ちょっと、一回ちょっと、今、ちょっと、僕らちょっと分かってないんで、あ、じゃあ、ちょっと、だから、トシ失礼しボーイまさす。んの、コラボ動画は、またの、別で、まあ、別で結構時間上がると思います。こっちを最優先で、じゃあ。これはもう、これはもうそうで今日す明日にはね。ちょっと、緊急というか、ですね、はい。何人かって思うじゃないですか。今、1本目の撮影を終えて、お手洗い行った時に、ふとこう、ツイッター見てたんですよ。そしたら、グランデータっていう、新電力の会社のちょっとリークというか告発みたいなのがツイッターで話題になってまして、でグランデータってなんか見覚えがあったんですよ。そしたら今この皆さんがいるこのスタジオの電気、グランデータなんですよ。じゃあこの僕らの顔照らしてるこれがグランデータなんですか？これグランデータ？これがグランデータかって言われるとまあまあまあ、これグランデー全部電力だから、タ？これまあグランデータグランデータというか、これグランデータっす。まあね。これもグランデータ？これ全部これググランランデーデータ。タ？はい。うわ、今だからこれできてることがグランデーもうグタ。ランデータっす。グランデータめ。グランデータ。別にいいだろ、今は。グランデータっていうのが、ここ契約したのが、まあ、1ヶ月前ぐらいなんですよ。はい。で、まずちょっとことの経緯というか、このグランデータが今、まあ、ざっくり言うとやばいっていうリークが今日出てるんですけど、今日。ただ、その前から僕、グランデータちょっとやばくないかっていう節があったんですよ、まず。っていうのが、電気の契約って、まあ、大体その事務所として借りてるんですけど、スタジオとして。スタジオに、まあ、実際その家具とかこう買って運ぶじゃないですか。で、そうなる前に電気、ガス、水道って通すじゃないですか。で、電話して、この日から使う予定ですっていうことを言って、このグランデータってそもそもどっから紹介されたかって、不動産なんですよ。不動産の方が PDF でファイルを送ってきて、電気ガス水道おすすめのところ送っておきますって言って、電気グランデータだったんですよ。入居する前に電話して、で、まあ、電話での契約だったんですけど、なんかこう受付とかカスタマーサービスみたいな女性の方がなんかこう自信がない感じというか、この方大丈夫かなみたいな、あんまオペレーターっぽくなかったんですよ。なんか聞いてもちょっとあんまりピンとこないようああ、なこそうとがそう入ってくそう。るっていうか、はい、はい、かしこまりました、みたいな。だからマニュアルがしっかりしてないんですよね。そうそうそう。なんかふわっとしてるな、みたいそれはひどい。な。まあ、新しい会社というか新電力って言ってたから、まあ、なんかちょっとこう、なんか不安だな、みたいなのあったんですよ。ただ、まあ、ここいついつから使いますって言ってて、で、契約も終わって、で、1ヶ月後ぐらいにグランデータから電話かかってきて、その内容が、電気通そうと思ったら、電気が通ってるから通せませんって言われたんですよ。二重になってるからってすことでにあると。で、そんなわけがないんですよ。っていうのも、この物件新築なんですよ。はい。だから僕以前の入居者の方いないんですよ。誰も電気契約してないんですよ。なのに、電気が通ってるから、ちょっと通せないんですけど、ちょっと不動産に確認していただけますかって言われて。で、勝手にその今来てる電気を止めることは私たちできないので、と思って、いや、新築ですけどね、みたいな。じゃあ、いや、弊社もわからないんで、みたいな。いや、俺も知らんけどなと思って。で、なんかめんどくさいなと思って。で、確かに。それがあって、で、不動産に確認したら、不動産曰くですね、まあ確かに電気は通してると。でも、それって内見とかするときにこう一時的に電気を通す。あれをやってるから、普通、新規で契約僕がするってなったら、グランデータさんが不動産の人に言って、で、不動産の人が電気を止めて、グランデータさんが電気を通すから、こう入れ違いになるんですよ、普通だったら。で、その連絡がうち来てないですよ。うち来てないというか、今、グランデータさんから電気止めることができないんで、で、新築の説明もしましたよ、さ、その不動産の方は、わあ、なんかおかしいですね、みたいな、ちょっと強く言ってきます、みたいな感じで。で、言って、で、またグランデータから電話来て。で、沢村様は、申し訳ございませんって、ちょっと一つご相談というか、お話なんですけど、どうしました？って言ったら、沢村様の契約のデータが一つも残ってないって言われたんですよ。
何それ。だから電話してたのが全部なしになってる。全部なしになってるんですよ。そんなわけないじゃないですか。いや、おかしいですよ、それ。あったら、階段、階段で話してますよ。いや、テンパりますよ。いや、じゃあ、さっき、電気通そうとしたら通せなかったっていう話してましたやん。通そうとしてたってことは、その記録残ってるってことなんじゃないですか。いや、ちょっと申し訳ございませんと。ちょっと、ものすごいお手数なんですけど、もう一度最初からいいですか。グランデータやばいな、ポンコツやなって思ってたんですよ。その拙い女の子とのやりとりもない。全部なしです、ね。何にもなし。全てがなしな。今までで一番腹立つ振り出しに戻る。そう。ムカつく。って、全く同じやりとりですよ。うん、だって、その電話でしたの1ヶ月半前ぐらいなんで、その契約の電話書、うん、僕もまだ全然覚えてるんですよ、そのやりとりを。うん、はい。全く同じマニュアルの質問が来て、それを返して、じゃあ向こうが、今からその利用の説明を5分ほどお時間いただいてください。聞いた、絶対したわと思って。いや、これ聞きましたよ、つって。いや、ほんと申し訳ございません。全部また答え終わって、15分ぐらい電話して。ほんなら、グランデータさんの、そのオペレーターの方が、あ、沢村様、口座の引き落としですね。法人口座からの引き落としになりますので、引き落とし口座登録のショートメッセージを、本日中に、弊社の、から、この今かけてらっしゃる番号の方に、送ります。はい。から、今1週間半ぐらいなんですよ。その電話してから。はい。そんぐらいしか目を立てないんですけど、1週間半来てないんですよ、その証拠です。怖っ。でまだ契約できてないってことですか？契約はでもついてるしね。ついてるんですよ。あ、そうか。不動産は止めてるはずなんですよ、電気を。はい。もう、これ、じゃあ、今の状態。何の光なんですか、これ。ポルターガイストだとしたら優秀っすよね。ちょっと、僕意味がわからないじゃないですか。でも電気代は支払って。引き落としがまだ始まってなかったんですよ。あ、そっかそっか。ただ、記憶では、僕1ヶ月半前に、引き落とし口座の登録もしたはずなんですよ。あ、登録までしちゃってるんですか？はい、登録した記憶はあるんですよ。あ、これもやったぞと。ショートメッセージも来たぞ、みたいな。うんうん、で、そのやりとりをこう思い出してて、今。そしたら、今日たった今ですよ。グランデータがやばいぞっていうリークというか告発が言ってて、うんうん、ちょっとそれ読みますね。どうやばいんだろう。そうそう。グランデータという会社と電気契約を結んだユーザーより、法外な電気代を請求された返金を求めたら電気代が上がるってハガキで通知した時に文句言わなかったよねと断られた、解約したのに解約されてなかった、といった不満が噴出中、電力自由化の弊害化終わりましたじゃあ今の状態っていうのは法外な電気代、ね、電気代待ち、だからちょっと一番怖いのは30ぐらいで契約させられてんじゃないかなっていう。そうか。まあ、だから、そっかそっか。はい。だから、通りでちょっとなんか明るい気がするんですよ。いや、そんなことないですよ。30じゃない。3倍の。3倍の電力切ってんじゃないみたいな。じゃあ、しょうがないですけどね。使ってるし。使ってるんならね。でですよ。写真が貼られてまして、で、その、まあ、いくら請求されましたみたいな。めちゃくちゃ調べてるじゃないですか、もう。いや、それはそうでしょ。怖いぞ。いくらなんだろう。今更感あるけど、グランデータの詐欺みたいな電気代請求くらいました。2月とんでもないことになってます。一人暮らしです。利用料金1万5000。まあ、ちょっと高いですよ、これ。ちょっと一人暮らしだと。まあまあ、で、この下、5人家族です。13万1000。いきますね。一人暮らしで2万5000円。え？私、グランデータ、ご利用料金2万4000。は？電気代5万超えなんだけど。え？4期の決済拾ってみてみたら、負債50億抱えてる会社で草。終わったって、マジで終わったって、グランデータ。詐欺で引っ張ろうとしてる。50億賄おうとしてるじゃん、詐欺で。50億え、でもこれすぐ解約した方がいいのかね。ね、解約して別のところをつなげ直して、まあ、それでもまあ1日2日かかりますもんね。電気は早いけどね。まあね。いや土曜日に連絡来てました、グランデータから。今日何曜日でしたっけ。水曜日と4日前ぐらいに来てますね。グランデータです。弊社の電力サービスをご利用のお客様へ。ご利用のお客様してたわやっぱ利用されてますね。利用されてます。ご利用のお客様。なんだこれ。燃料費調整制度の廃止と市場価格調整制度の新設を行います。別途3月中旬に同内容のご案内書面を郵送しますので。あ、これあれじゃないですか、さっき書いてあった。あ、はい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 。それ通知してるから言わなかったですよね、その時みたいな。だからまだ、じゃあ、セーフなのかな。いや、だから言ってないとも拒否されちゃうってことでしょ。うん。本当に。ちょっと調べた方がいいっすね、これ。本当は一人でいたいですよね、今ね。
僕ら邪魔ですよね。本当は一人で行ったりするし、ね、うん、どうしましょう。逆かもしれないけど、ね、よかったですよ。僕はもう今日お二人いなかったらこう頭打ち抜いてますけど、ね、ちゃんと言った方がいいですね。いやでもこれで動画上げてどうします、電気止められたら。確かに。それもそれですよ。ね、でそれがまた今度須藤さんの方にも行って、ここ住むなってなったら大変ですよ。あいつがおらんくなれば全部解決するわ。きちっとなってるのに。もう最悪や、もう、いや、不遇なんですよ、僕。うん、マジでついてないっすよね。なんかね、ここに来る経緯も結構そのタイミングだったじゃないですか。うん、もう本当にタイミング、あ、この、ねね、ピンポイント、ここが、あ、最高、ラッキーって入って、っていうのかね。あってこれですもんね、うん。その前の物件はあれですかね。全然知らねえやつの電気代を3ヶ月ぐらい払ってましたからね。解約しましたよって言って、されてないです。ひどい。よくそんなの当たりますね、マジで。されてないって言っても、僕住んでないですよ。とらひどいっすね。新しく住んだ人が連絡来ませんでした。いや、その方は来てないですね。すごいですね。でも黙って人の金で生活してる人がいたってことですもんね。そうそう、その5000円ぐらい使ってましたね。請求来ないんだって、ね、おかしいなってなってるはずじゃないですか、ね、で3ヶ月経ったぐらいでなんか新しい電気を通したいみたいなことを多分言ったんでしょうね、うんうん、あ、いや電気をそろそろって多分電話したら、あ、もうすでに契約されてるんでその解約をっていう感じで僕発覚したんですよ。3ヶ月ぐらいずっと払ってて、しましたよって確かに電話はされてるんですけど解約のお話はみたいな、だから品質向上のために録音させていただいてるでしょ、確かにそうだ、今それ流してくださいって、そしたらもう証明できるじゃないですか、受話越し電源って、うん、それはできかねます、できない自分の声だから、嘘、なんでよ、品質向上のための録音がなんでブラックボックスなんだろう確かにね、やばいっすね、これちょっと不動産に電話します。はい、ですね、前編ですね、これ、これ前編ですね、エピソードゼロかもしれない、そうかもしれない、色々あって長い長い長い、あ、確かにまだまだ、これが確かこう全部いろいろあった最後だったらいいんですけどね、うん、そう、いや全然まだありそうなんですよ、酩酊でハンゴーバーみたいなエピソードゼロで酔っ払ってみたいなえ、こ何起きてもう酔う前から起きてましたいやちょっとありがとうございます。いやいや、そんなそんなそんな、ちょっとあのこれからあの本当に本来やりたかったあの呪物の、あ、了解です、わかりました、紹介を、はい、はい、それはまたちょっと後日というか、はい、上がりますんで、はい、とりあえずちょっと取り急ぎこのお話を聞いていただきました。はい、了解です。はい、都市ボー、グランボーイズでした。いや、なんでやねん、都市ボーまで言えてたのになんでそっちにおるの、グランボーイズ、グランボーイズっていや、都市ボーイズもっと大声上げて僕ら叱った方がいいですよ、グランボーイズだとしたらなんか間違えて訴えられそうで、ね、そうそう、やだよ、どこどここのとこ来ないし、危ねえよいや、こんなん言ってたら本当に言い間違えそうグランボーイズが言ってた、都市グランとかごちゃごちゃになるからさグランデータ、はい、グランデータの話ね、はい、はい、じゃあちょっとあの概要欄、都市ボーイズさんのお二人の、あ、都市ボーイズさんのお二人の、都市ボーイズさんのチャンネルどうよって貼らせていただきますんで、はい、そちらもチェックよろしくお願いします、はい、ちょっと皆さんあのグランデータの情報あればあのコメント欄に、あ、確かに、はい、で募集しますんで、グランデータよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。